さあ、おお、バレーボールへの挑戦者だ。初見殺し、かっこええな。5歳下がんのなんなんで、やかましいわ。完璧な一歩目。それは単なるスタートラインに過ぎんのやで。強烈な2種類のサーブを操ります。この位置、頃合い、この角度、ドン、ピシャリ。日向君と影山君の変人速攻。くそ、詰まった。すまん、フォロー。いけ。いちいち一年坊主どもにテンション上げよって、贅沢やな。俺によこせという圧、それを踊りに使うのも最高に贅沢や。これは高い、オジロアラー。稲荷崎高校セットポイントを迎えました。それは期待以外におらん。ジャンボー、止めに来な。影山ラスト、ライトライト、おさむ。今日何をする。マイナステンポの速攻を繰り出してきました。おお、10番の強烈なサーブ、前衛には10番を含む攻撃3枚、最も厄介なローテや。実際にはミア・アキムはトスを上げようとしてた。まだ相手コート側にあるボールに手を出せば反則なんだよ。誘ったな。カラスの命拾い。レシーブ、センターに帰ってミア・アツル、誰を使う。おさむ、無茶つむ。お前にこれを言う日が来ると。ナイスレシーブ。俺は価値を感じない。お前は何をやっている。完璧。いや、言わねえ、まだ言わねえ。ブレイクだ。たった言ってけど、取られたらあかんやつや。返せるか。下がるぞ。もう一回。嘘だろ。相手の心を折るのに十分な一点や。負けたくない。負けてたまるか。終わってたまるか。負けて見たかよ、さっきの俺のレシーブ。見てない。嘘つけ。じゃあ次取るやつ見てろ。飯食うとるみたい。毎日何回も飯食うのにすぐ腹は減って、飯にありつくたび幸せやって思うし、あいつそれやねん。飯食うみたいにバレーしよる。腹減ってる時になんか一口食うとな、もっと腹減ってくんねん。うまそうに食うやつ見とると周りもみんな腹減ってくんねん。アツムの集中はたまにぷっつり切れる時があるけど、今日はどんどん精度が上がっていくようにすら感じる。ここ越える以外の道はねえぞ。
相手より早く。いかん。ゆっくりゆっくりゆっくりだ。ストレート。リバウンド。戻れ。ゆっくりだ。落ち着け。速さは魔性だ。視野を狭く、呼吸を浅く。すぐネット際。オーライ。一年合宿で日向に何があったんだ。泣きそう。さあ稲荷崎高校のマッチポイントです。おい、奇跡はいらねえんすよ。今まで何遍も繰り返してきたことをここでまたやるだけなんだ。大佐。はい。負けてたまるか。たまるか。見えんのかい。えらいおっかない相棒持ってもうたな。勝った。なんだその顔やめろ。ナイスキー。なっ、シンクロ攻撃。ここでこの人を叩き落とせたらチームは大盛り上がりだろうな。でも無理だから。いろよ。あ、日向翔よ、後ろ向いなさい。くそ、頭はクリアなのに足が遅れる。すいません。影山、汗まで。速さはとても強い武器で、それでも無敵なんかじゃない。